福井県にある松島水族館に来ています。それでは行ってみましょう。Thank you.
ちょうどね、絶滅危惧種だから、これ、ペットショップ作りたい。でっけえアロワナ。シルバーアロワナ。アロワナ。うん、アズアロワナ。シロカンス。どこ？ガーは今買えなくなっちゃったね。これは。岡山県に行くから岡山県行こうか。おお、すげえ。なんか走るカニみたい、走るヘルメットみたい。うん、カニのヘルメットさ、セットみたいな。カゴがついてる。自然クラゲってこの辺にしかない。生きてんの？生きてんの？毒持ってるんじゃん。毒持ってたらなんでこれ。毒は取ったみたいな。いや、わかった。そうやって見たら。そうやって見たら。はい。てか、顔の前何が？え、全部やるの？慣れてるね、みんな。おー、すげえ。上から撮ってみたら。はい。鏡ってどういうこと？下の方の？これ上の方で食べちゃう。人間の。
さんあげることもあげてます。あ、草スタートしてるよ。はい、ということで全て行き終わりました。それともっとでかい声で言って。はい、ということで全て回りました。で、そして最後にこれなんだろう、これバスボールかなを買いに行きました。で、これ家帰ったらやってみたいと思うんで、じゃあそちらの方もご視聴ください。それでは入れていきたいと思います。久しぶりに入れたな、バスボール。2年ぶりかな、多分。これはカプセルが出てくるタイプかな。いやー、どうやろう、いきなり生き物が入ってるパターンとか。どうなんだろうな、最近カプセルのやつ多いよね。うん、最後にバスボール手に入れたの、僕が 2,3 年生ぐらいの時が最後じゃん。新幹線のやつとかね。ああ、そっからしばらくほとんどやる機会なくなったけど、今日 4年、もう3年前の話やから、もう久しぶりにやったなって思う。で、何が出るんだこれ。
くらいか。そんなに経つ、うん、あれもうすぐじゃん。お金来ないのか。もうすぐ出てくるんじゃん。正体分かったね、これは。もう正体は分かってますよ。サメちゃんか。あー、これホオジロっぽいね。浮かんできたー。ベーン。うえー。じゃあ汚れ、これ。はい、ホオジロザメが出ました。よし。おー、そのまま出てるんですか。本来ならカプセルでも悪くなかったんだけど。見てみて。まあ、当たりとしときましょうか。はい、ということでですね、バスボールから出たのはホウジョウザメでした。んー、ちょっとグレーかな。で、口の中ピンクです。で、目がちょっと情けないかな。いや、情けなくはないか。で、ちなみにですね、ラインナップがこんな感じです。まあ、ホウジョウザメが欲しかったやつなので、まあ、ナイルワニも欲しかったんですけど、まあ、その他にもカミツキガメと、まあ、いろいろ全部欲しかったんですけど、まあ一つだけしか入ってないので、まあワクワク度で言うと、まあ結構上の方だと思います。で、そしてですね、こちらのこちらのですね、学研の図鑑ライブっていう図鑑に出てくる危険生物の小さい図鑑、すなわちミニ図鑑っていうんですけど、で、こちらにですね、あの先ほど出てきた6種類の生き物の内容とかが書いておりまして、一応見せますね。こんな感じですね。まあ、あの本当はホウジロザメよりナイルワニの方が欲しかったんですよ。これね。いや、かっこいいな。うん。で、そしてですね、これ生息分布も書いてあります。カミツキガメが外来種。まあ、僕二十歳ぐらいからカミツキガメをちょっと捕獲したいなと思っております。まあ、カミツキガメを捕獲したいと思っておりまして、まあ、琵琶湖にもいるんですよ、カミツキガメって。まあ、これはですね、僕の予想なんですけど、海外から来たカメが悪いんじゃなくて、カミツキガメとかそういう飼育し、そういうカメを飼育してた人が悪いと思っております。まあ、まあとにかく、まあ主張されてるか分かんないんですけど、とりあえずですね、飼ったペットは捨てないでください。これは僕からの約束です。皆さん、どうか僕の言うことを聞いてくれませんでしょうか。
僕の言うことが聞けたら、僕の言うこと聞けるって人はグッドボタンを押してね。でそれとですね、最後に裏こんなのがありました。なんとですね、このナイルワニの方なん、まあ気になったのがこのナイルワニの方なんだけど、あの噛む力がすごいんですよ。とにかく見えますかね、これ2200キログラム、これ省略すると 2.2 トンなんですけど、 2.2 トンってめっちゃすごい力ですよね。まあちなみにイリエワニの噛む力が 2.4 トンなんで、まあイリエワニが少しナイルワニより上の方になってるってことですね。んー、これ説明、これなんだろう、牛かな豚かな、どっちやろ。まあ僕は水牛かなんかだと思うんですけど、ちょっとグロいっすね。デスロールって技使うんで、デスロールって技使ってね、このシマウマの肉引けちぎるんですよ。このシマウマの肉美味しそうですね。はいはい、という感じで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。